マスタードフィンランドのマスタード、コティシナッピマスタードとは、からしに酢などを混ぜた、調味料、洋辛子のこと。本校で省術する。英語で、からし全般のこと。マスタードは、からしなや白ガラシの種子やその粉末に、水や酢、糖類や小麦粉などを加えて練り上げた、調味料。辛子の風味と酢の酸味が持ち味である。洋かラシとも呼ぶ。肉料理に添えるほか。 サンドイッチなどに使用される。マスタードは多くのドレッシング、マリネの味付けに利用される。日本では基本としてマスタードといえば北アメリカのイエローマスタードあるいはフランスの粒マスタードを指す。イエローマスタードは味がマイルドでほとんど辛味がないためケチャップやマヨネーズのように使われる。ファーストフード店や露天商などではマスタードを黄色。 ケチャップを赤色という一体の組み合わせの容器でセットされていることが多い。粒マスタードは主にソーセージやポトフなどの薬味として使用され、ケチャップとの組み合わせで容器を折って開封するディスペンパックの形態でも販売されている。和がらしは英語でオリエンタルマスタードあるいはチャイニーズマスタードと呼ばれる。またマスタードは植物の唐品を指す言葉でもあり、 文脈によっては、蒸気の植物や、その種子を指す場合もある。マスタードは、和がらしと比較した場合、相互に代用は効かないほど風味が異なる。ディジョンマスタード各種のハーブやスパイスを配合した、独特のマスタードが、世界各地に多数存在する。なお、下記に示した種類は日本において知名度の高いものを、挙げている。A. オリエンタルマスタード A. チャイニーズマスタード A、マスタードプラント A、マスタードシード。ありがとうございます。